山本敦氏は、肩大体規足の陸上競技選手。IPC 陸上競技クラス T42、静岡県掛川市出身。身長167センチメートル、体重59キログラム。2008年、北京パラリンピックの走り幅跳びで銀メダルを獲得した、日本の義足陸上競技選手初のパラリンピックメダリスト。2016年、 リオパラリンピック走り幅跳び銀メダル、400メートル、リレー銅メダル。2013年、2015年、IPC 陸上競技世界選手権大会走り、幅跳び金メダルの2連覇。2010年、2014年、アジアパラ競技大会100メートル金メダルの2連覇、等で活躍。クラス T42 の走り幅跳びの世界記録を、樹立、100メートル、200メートル、 400メートルのアジア記録、日本記録、400メートルリレー、1600メートルリレーのチームで日本記録を樹立した。1982年4月19日、静岡県掛川市に生まれる。スポーツが好きで、小学校の頃は野球、中学校ではバレーボールをしていた。掛川西高等学校バレーボール部に所属し、垂直飛びで1メートルを超えるジャンプ力を持っていたが、 高校2年生春休みの2000年3月、スクーターで事故を起こし左蛍骨を粉砕骨折。入院後に絵師が始まり、手術で左足を大体から切断して失った。義足を作ったことで興味を持った義足装具師を目指し、高校卒業後、名古屋の日本長の言語福祉学院義足装具学科に入学。ここに当時学生として在籍していた義足スポーツ。 研究者の稲葉から陸上競技を進められた。2002年5月、初めてエントリーした日本身体障害者陸上競技選手権大会では100メートル17秒36。この年の夏休み、稲葉と共に合宿で陸上競技用義足の練習を開始すると1週間後には劇的に記録が伸び、9月の関東身体障害者陸上競技選手権大会では 当時の日本記録13秒86に、あと0.2秒と迫る14秒06で優勝した。2003年11月、全国障害者スポーツ大会100メートル13秒83の大会新記録で日本記録を上回ったものの、2004年3月のアテネパラリンピック最終戦公開では、標準記録が切れず、パラリンピック出場を逃すことになった。 技師総具士の国家資格を取得し、就職も決まっていたが、パラリンピックを目標に陸上競技を続けることを決め、2004年4月、パラスポーツの選手ながら、スポーツ推薦で大阪体育大学体育学部に入学。健常者と同じ陸上競技部に所属し専門的な理論とトレーニングにより100メートル走り幅跳びの日本記録を次々と塗り替え、 世界ランキング上位の実力を身につけた。特に走り幅跳びでは、踏切の足を剣足から義足に変えることで大幅に記録を伸ばすことに成功した。2008年、鈴木株式会社に入社。日本代表となった北京パラリンピックでは、100メートルで5位に入賞。走り幅跳びで銀メダルを獲得し、日本パラリンピック陸上界の義足アスリートとしては、 初のメダリストとなった。北京大会の後、将来は指導者になることも視野に、大阪体育大学大学院体育学博士課程に進み、運動力学を研究。自らの動作を科学的に分析して走りを修正し、義足に改良を加えながら、さらに事故が持つ日本記録を更新し続けた。2012年のロンドンパラリンピックでは、日本陸上チームのキャプテンを務め、 100メートルで6位、200メートルで8位、走り幅跳びで5位に入賞。2013年の IPC 陸上競技世界選手権大会では走り幅跳びで金メダルを獲得。2014年のアジアパラ競技大会では、100メートル、総幅跳び、400メートルリレーで金メダル、200メートルで銀メダルと4種目でメダルを獲得する活躍を見せた。 2015年10月の IBC 陸上競技世界選手権大会の走り幅跳びでは世界記録保持者のデンマークのダニエル・ワグラー・ヨーゲン戦を抑え選手権記録で金メダルを獲得し二連覇を達成した2016年5月1日鳥取市で開催された日本パラ陸上競技選手権大会で 世界記録6五5 3を3センチメートル、上回る6五5 6の跳躍で自身初めて世界新記録を樹立した。しかし5月19日 IPC 陸上競技グランプリリオでは、陽元線が山本を抑え6六6 7で再び世界新記録を樹立した。金、ハインリッヒ・ポポフ、銀、山本敦志、銅、ダニエル・ワグナーその後、 陽言線は6メートル7 0まで記録を伸ばしたが、ドイツのハインリッヒ・ポポフが6七7 2の新記録を樹立した。山本はその後6六6 2まで自己ベストのアジア記録を伸ばした。9月、リオパラリンピック走り幅跳びで銀メダル4 0 0ルリレーで銅メダルを獲得。2017年9月末で鈴木浜松アスリートクラブを運営する鈴木を退社。 10月から神戸の新日本重設とスポンサー契約を結び、支援を受け活動するプロに転身した。2018年のピョンチャンパラリンピックでは、スノーボード日本代表として、冬季パラリンピックに初挑戦したものの、スノーボードクロスでは12位、バンクドスラロームでは2回目の滑走で転倒し、左肩脱球のため途中棄権に終わった。 走り幅飛び T44 の世界記録を受立したマルクスレームは次のように述べている。もちろん彼のことはよく知っています。素晴らしい選手です。世界大会で顔を合わせるアスリート同士は皆良い仲間ですよ。2012年のロンドンパラリンピックではポイント性が取られていたので一緒に飛びました。その後、ポイント性は構成性の面で問題があるとされ。 クラス分けで競技が行われるようになりましたが、オリンピック400メートルハードル元日本代表のため末大は次のように述べている。私が現役の頃、恥ずかしながらパラリンピックにはさほど注目して見ていなかった。五輪とパラリンピックは文部科学省と厚生労働省と管轄が違い、選手たちが交流することもなかった。ちょうど7年頃だったろうか。海外の とあるレースでバスの中で日本人の義足選手と乗り合わせた山本敦志選手という代替切断のカテゴリーの選手だ彼から健常な足と義足の使い方の違いスタートの仕方などの説明を受けて漠然とパラリンピックの世界に興味を持った同じリレーのチームでクラス T44 の100メートルの日本記録を樹立した佐藤慶太は尊敬する選手に 山本の名を挙げている。クラス T44-200 メートル、400メートルの池田、三木代は山本の写真を見たことで陸上競技を始め、後に山本と1600メートルリレー T42 から47の日本初記録を樹立した。2017年1月、山本厚志選手に対する継続的な支援を理由に大阪体育大学と鈴木がスポーツ功労団体として 文部科学大臣より表彰された。ありがとうございます。